はい。それでは、そろそろ始めていきたいと思います。皆さん、準備の方は大丈夫でしょうかえドリームイーバー第1回となります。まあ、オリエンテーション1回やってますので、その続きになりますけれども、実質、まあ、第1回ということになりますので、えドリームイーバーを起動するところから入っていきたいと思います。初めて起動するところですね。 はい。起動しました。で、最初にですね、えー、こういう、まあ、基本設定なんですけれども、まあ、これはですね、えー、そんなに重要ではありませんので、えー、まあ、あの、ドリミムは使ったことありますかというふうに聞いてきたらですね、えー、まあ、初めて使用しますということになると思います。そして、えー、どのように使用しますかっていうことなんですけれども、え、これはですね、 えー、標準のワーークスペースペを使ってやります開発者向け、まあ、あの、行動を書いていくということで、まあ、コーダーの方、まあ、コーダーという仕事があります。高校生の皆さんはね、えー、まだそういったところまではわからないと思いますけれども、行動を専門に書く方は、まあ、こちら、開発者向けのワークスペースがありますよということですが、まあ、基本的にはこの標準、 のワークスペースを使っていきますので、ここをクリックします。で、カラーテーマということなんですけれども、まあ、デフォルトでこのグレーのところが選択されていると思います。まあ、どうしても白がいいとかね、黒がいいとかっていう好みの問題だと思いますけれども、まあ、後から設定変えられますので、これはまあグレーといきます。で、準備ができましたということなので、返しと。 いうことなんですけれどもここね開始のとこ押しても何も変わりませんでこれどれから選ぶということなんですけれども、えー、新規で当然ながら新規でスタートしますということですねはいでねこれがねこういうふうにこう出てきちゃうと、えー、ちょっとね説明しづらいのでまあこうチュートリアルを見るっていうところをちょっとクリックしていただいてで、えー、チュートリアル出てきますけれどもまあこれ閉じます はい、こういう状態ですね。で、これ、2回目以降はですね、出てきませんので、初めてドリームイーバーを起動したときにだけ出てくるものなので、あまり重要ではありません。で、2回目以降はこういった画面になりますので、ここからですね、スタートしていきたいと思います。で、まずですね、これ、ドリームイーバー、この右側のところに、あのたくさんこうパネルが表示されてるんですね。 でえー、こういうのが出てきたらですね、えー、これはですね、動機の設定の画面なんですけれども、えー、実は今あの、こちらのマシンはですね、一度ドリームイーバー使っているので、えー、こういうこと出てきますけれども、まあ、これはですね、動、え、機、ー、の設定をアップロードというところにしておきますあの。初めてやる方にとってはあまり重要なものではありません。動機の部分はですね。で、えー、このパネルのところを、 えー、ちょっとですね、まあ、初心者の方は特に、これパネル切り替わるのはいいんですけど、こドラッグするとパネルが切り離されます。こんな風にですね、ドラッグすると、このタブのところ、タイトルのところと、このタイトルバーのところですね、えーまあ、この上も動かせるんですけれども、自由にね、切り離したり、もしかしこの、この中に入れると、青い 青い枠が出てきますよねで。そうするとこの中に入る、まあ、合体するこれがパネルグループパネルグループという形なんですねじゃあ CC ライブラリもと取り出して中に入れますね青い枠線出てますねそうすると CC ライブラリーパネルもこの中に入って ま、このパネルグループの中には3つのパネルがありますよということなんですね。で、あるいはですね、こう、左側に合わせます。青いラインが出ますよね。で、そうすると、この右側にドッキングしました。これもパネルグループです。あるいはこの下に、下にドッキングとかですね。まあ、あの、慣れてきたら自由にですね、自分の 使いやすいようにこのワークスペースをカスタマイズすることができるんですけれども初心者の方はですね、えー、なんかいろいろこう操作してる間にパネルが消えてしまったり、えー、あるいは合体してしまってですね、えー、説明の画面と違うとかっていうふうになりがちなんですねあとねここちょっと小さいんですけどこのアイコンに縮小とかっていうふうに、えー、今出てますけど これアイコン化できるんですね。で、クリックするとパネルが出てくる。まあ、画面が狭い、解像度が低いディスプレイの場合は、できる限りこのパネルをですね、小さくしておいた方がいいということで、こういった機能がついてるということなんですけれども、まあ、とにかくですね、えー、まあ、わからなくなったら、パネルが消えちゃったとかですね、あるいはパネルがなんか動かしたらこっちについちゃったとかですね。で、そういう場合は、 ここをご覧ください。右上のところですね。えー、今ね、標準ってなってますよね。これ、ワークスペースの切り替えです。で先ほど、開発者向けのデベロッパーのワークスペースっていうのありましたけど、これ上ですね。で、今、標準になってるわけです。で、この、ここです。標準のリセットっていうところをや選択していただくと、あのデフォルトの状態に戻ります。全部同じ位置にパネルが戻ります。 例えば、動かしちゃった、消しちゃった、と。こんな風に、ドッキングしちゃったと、となったらですね、えー、迷わずですね、えー、こちらのワークスペースの切り替えのところで、標準のリセットと。それで元に戻ります。ということで、えー、この、これはまあ、ドリームウィーバーに限らずですね、 アドビの製品は自由にワークスペースをカスタマイズできるんですが、まあ、初心者の方はですね、え慣れないうちはですちょっと戸惑うところがあると思うので、えこのリセット、覚えておいてください。さて、それではですね、えー、順番にやっていきたいと思うんですけども、まあ、ここにですね、今、初めてなので、新規作成ボタンがあります。まあ、こっちにもあります。これは、まあ 常に出ているボタンですね。で、もちろんメニュー、ファイルメニューの新規。これでもいいですね。で、えー、ここで直接 HTML とか CSS をですね、ファイルを作成することができるんですが、今回は、えー、ウェブサイト、まあ簡単なものですけども、ウェブサイトを構築というところが目標なので、えー、サイトの定義っていうのを最初にやります。 いきなり HTML を作るではなくて、サイトを定義して、そのサイトの中にですね、えー、HTML とか CSS を作っていくという形になりますので、えー、このデスクトップにですね、フォルダを作ります。新しいフォルダを作ってください。そしてですね、えー、まあ何でもいいです。あ、じゃ最初なので、えー、レッスンサイトという名前にしましょう。 えー、レッスンンサイトと,という名前を付けた新しいフォルダをデスクトップに置いておいてください。で、これを、ここ、これをですね、えー、ローカルサイト、パソコンの中のサイトというふうに定義をします。はい、それでは、ドリームイーバー上でサイト定義します。サイトメニューっていうのがあります。 で、ここにですね、新規サイト。これを選びます。で、サイト名。まあ、何でもいいです。じゃあ、練習用というふうにしときましょう。サイト名は練習用。で、ここですね、ローカルサイトフォルダーと。これが今作成したデスクトップ上に作成した新しいフォルダーを選びますので、ここに フォルダーアイコンあります。クリックします。で、デスクトップ上の、これですね、今作成したレッスンサイトというフォルダーを選択します。はい、これで、えー、このローカルサイトフォルダー、ここにありますよっていうことが設定されました。で、えー、本当はですね、ここにサーバーというのがありまして、 サーバーの情報をここに入れると、リモートサーバー、リモートサイトですね、とローカルサイト、ローカルサイトっていうのは今、パソコンの中ですね、これが、ね、同期できるようになるんですね。なんですが、それはちょっと後の学習になりますので、まずはローカルサイト、パソコンの中にサイトを定義するということになりますので、この状態でですね、保存、保存ボタンを押します。 はい。そうすると、ここのファイルパネル。ファイルパネルのところにサイトが出来上がっているのがわかると思います。で、この中にですね、HTML とか CSS とか画像とかですね、画像ファイルとか、そういったものが保存されていきます。じゃあですね、新規作成なんですが、こちらのボタンを使ってもいいし、メニューから新規でも構いません。 ショートカットキーだと、コマンド N、コントロール N ですね。はい。新規ドキュメントの設定画面ですね。で、ここで、まあ、新規ドキュメントですね。そして、HTML、まあ。CSS もありますけども、HTML。で、フレームワークってありますよね。で、ここにブートストラップというのがあります。で、今回は、えー、実はこのブートストラップを使って、 サイト構築をしていくというところがメインなんですけれども最初はですね、えー、まずはもう基本からちょっとやってきますのでこのフレームワークブートストラップじゃなくて、えー、ただの HTML でやっていきます、えー、ですからこのフレームワークはなしタイトルもですねもう練習用にしておきましょう で、ドキュメントタイプ HTML の5ですね、えー。タイトルは練習用と。で、この状態で、えーあ、ここはね、チェックしないように注意してください。エクストラクトどうのこうのって書いてありますけども、えー、作成ボタンを押します。はい。えー、でですね、えー、今あの上がなんか白くなって、下が、下にこの HTML が、の最低限の HTML がここに書いてありますけども、 これ今分割になってるんですね。で、ここ上見てくださいえ。コードってやると、このコードの、コードビューというですね、コードの画面になります。で、分割とやると分割されます。で、ライブってやると、このブラウザーで、えー、表示した状態。今何も書かれていないので、真っ白ですけれども。で、これをね、分割にしておきたいんですね。で、分割の、えー、この垂直、 今、あの、水平に分割されてますけども、この切り替えなんですけれども、ここですね、表示、表示メニューの分割ってありますよね。で、今、上下に分割っていうのが選ばれてます。これ、左右に分割ってやると、こういうふうに左右に分割されます。もしかしたら、こっちが出ちゃってる人もいるかもしれませんけれども、 今回はですね、上下に分割でいきたいと思いますので、表示メニューの分割は、上下に分割。こういうふうにしておきます。この状態で始めていきたいと思います。そしてですね、えーここ、なんか今ここに、こうで、メディアクエリーにどうのこうの出てますけれど、これはちょっと非表示にしておきましょう。ここに、ここが今、あの、えー、ビジュアルメディア、 クエリーバーの切り替えとかってなってますよね。今オンになってるんですけど、これちょっとオフにしておきます。これはあの、レスポンシブウェブデザインという可変レイアウトの設定の時にですね、えー、使うものなので、今は必要ありませんので、えー、非表示にしておきます。ここですね。ここです。これオフにしておきます。 そして、えーまあ、新規作成ということで、今 HTML のファイルがここに出来上がってるんですけど、まだ保存はされていません。ないですよね。このファイルのパネルにないので、保存をします。まあ、今、アンタイトルドになってます。名前ついてませんよと。保存もされてませんよっていうことなんですね、今。ファイルメニューの保存、選びます。 で、名前ですけれども、index.html にしたいと思いますので、この、ここの部分をですね、拡張紙の前のところを、index にします。index.html というファイル名にして、で、まあ、保存場所はもう自動的に。 このサイト定義したところになってますので、えー、ここは何も設定する必要はなくて、このまま保存します。ファイルパネルを確認してください。はい。html が html、index.html という名前で保存されています。はい。それではですね、まずは簡単な html をちょっと打っていきたいと思いますけれども、ド、え、リームビバー使う、まあ、利点というのはですね、 直接コードを打つという方法だけではなくて、支援機能、コード、コーディングの支援機能っていう非常に優れたものが、ツールがあります。それを使うとですね、直接こう書かなくても、まあ本当に早くですね、HTML を書くことができるということで、まあ、せっかくドリンバー使っていくということで、 で、高校生の皆さんは、まだまだですね、えー、ウェブデザインになるぞとかですね、そういう段階ではないので、まあ、高校3年生ぐらいからちょっとイメージするのかな、えー、あるいは高校卒業して、えー、大学とか専門学校で専門的にやっていくということなので、まあ、あのー、今の段階ではですね、えー、特にその、 ウェブデザインというのはあんま意識しなくてもいいと思います。えとはいえですね、ドリームイーバーというのは HTML の知識がないと使えませんので、まあ、そのあたりはですね、HTML を学習しながらということで進めていくことになります。で、まず覚えていただきたいのはこれです。このドム、ドムと読みます。ドムパネルの使い方。これをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、ちょっと切り離します。 このドームのタブのところグーッとドラッグしてですね、えー、こんな風に合わせます。はい、まず、この1行目のところに、えー、このドックタイプ、これはまあ HTML の文書ですよっていうですね、宣言をしているのが1行目なんですね。で、2行目からこの HTML ですね、こう見ていただきたいと思うんですが、これ、あの、 折りたたんだり展開したりできますけれども今ですね HTML というこの大きな箱の中にこれ開くとヘッドとボディっていう二つの要素が入っていますクリックしますこうですね今ハイライトしましたけどこれがねヘッドというとこですねヘッドでスラッシュヘッドとでボディクリックしますまあ何もないんですねボディスラッシュボディとこの中に HTML を書いていきます。でヘッドというのは、ブラウザーに、このブラウザ上には表示されませんあの。ウェブページの情報を書くんですけれども、それはまあ検索エンジンとかですね、えー、ウェブサービスとかに情報を提供するときに、このウェブページはこういう内容ですよっていうのをですね、えー、この情報をこのヘッドのところに書いておきます。でこちらのページには表示されないと。でページに表示されるのは、このボディのところなんですね。 ボディのところに、えーまあ、見出しを入れたり本文を入れたり画像を挿入したりということをやっていきます。まずこの構造が分かりますよね。HTML という大きな箱の中にヘッドとボディがあるということですね。で、今あのこのヘッドのところをさらにちょっと開きます。そうするとメタっていう要素とタイトルという要素がありますよね。で、タイトルは最初に html のファイルを作るときに名前を付けたと思います。練習用という。それが入ってます。はい、二つ要素入ってますね。じゃあですね、ここからですね、ボディの中に見出しとか本文とか、えー、ウェブページの内容を入れていくわけですね。で、その時に直接このコードで入力してもいいんですけれども、 えーまあ、ドリームイバーを使うということでやっていきますので、えー、このドムパネルを最大限に活用していきたいと思います。で、このボディのところをクリックするとですね、えー、ここにね、プラスのアイコンが出てますよね。これクリックしてください。で、そうすると、えー、いくつか項目が出てきます。で、まずですね、えー、このボディの中に、えー、新しい要素を入れたいんですね。で、そういう場合は、子、え、を、ー、挿入。 まあこのボディが親だとするならば、この中に入るのは子供という親子関係でまあ表してるんですけれども、ですからこの中に子供が入るよという意味で、こう挿入と。クリックしますよ。こう挿入。はい。そうすると、今、こう、なんか div っていうのが入りましたけども、今この状態はまだ決定していない。あ、もしね、ここで決定すると、 これ決定して入りますけれどもね。でそしたら、まあこれがまだ書き直してもいいんだけれども、えー、元に戻ってください。編集メニューの取り消し。はい、戻りますよね。あの、何か失敗したなと思ったら、もうすかさずですね、編集メニューの取り消し、あるいは、えー、ショートカットキーで覚えてもいいと思います。まあ使用頻度が高いと思うので、えー、コマンド Z、Windows はコントロール、コントロールキーと Z。 Mac はコマンドキーと Z です、ねはい、えー、それではもう一回やります、えー、ボディのところのプラスをクリックして「高挿入、はい」この状態で半角 A 数字を打ちますから全角になってないようにちょっと確認していただいて「H」って押してください小文字で半角の「H」そうすると「H」「123456」ってこう候補が出てきますよね で、えー、一番上位の見出し、見出しレベル1。ですからタイトルとか大見出しですね。H1 になりますので、H1 をクリックします。で、Enter キーを押します。これで、えー、一番大きい、大きいというか一番上位の見出し、タイトルとか、ページのタイトルとかね、えー、大見出しは H1 になります。 で、失敗したら、まあ、今失敗はしてないんだけども、失敗したら、編集の取り消しでもう一回やってください。プラスのところが、こう挿入して、で、今この選択状態ですよね。ここで、H1 と、やってもいいし、もう H1 って入れるの分かってますのでね。で、エンター、エンターと。ここまでよろしいでしょうか。 で、HTML のソースコードを見てみますと、H1 入ってますよね。で、ダミーの文章が、えー、ここにあります。で、このダミーの文章をちょっと書き換えてみましょう。選択して、このテキストのところだけを、これ注意してください。この H1 のこのタグのところは選択されないようにちょっと注意していただいて、 で、ここでですね、えー、大見出しと入れましょう。まあ、大見出しと入りました。じゃあ次ですね、えー、今度は H2 になりますので、えー、この場合はですね、えー、H1 の下に入れたいと思うので、えー、プラスをクリックして、えー、ここをですね、えー、後ろに挿入っていうのになります。あの、高挿入だと、 中に入っちゃうのでえ、まあ、ちょっとありえないのでえ後ろに挿入ですでここね半角英数字ですからでね今決定しちゃいましたよね間違ってだからそしたらあの繰り返しになりますけど編集の取り消しはいじゃあもう一回行きます取り消しですねはい あの、メニューでなんか行かないときがありますね。メニューで選んでも取り消せないときは、ショートカットキー使ってください。コマンド Z、コントロール Z ですね。はい、え、じゃあもう一回やります。H1 の、プラス、後ろに挿入で、えー、H で、H2、エンターキー。はい。じゃあ、これもですね、 このダミーの文章のところだけを選択して、中見出しと、中見出しと入れましょう。で、えー、次は、H3 なんですけども、込み出しですね。えー、わざとね、ちょっとおかしなことやってみましょうか。 えー、まあ、順番に入れるのは分かったと思います。この H2 の下に H3 を入れたいんであれば、えー、ここで、後ろに挿入でいいんですよね。えー、あえてね、ちょっと、この H1 の下に H3 を入れてみましょう。わざとですね。えー、じゃあ H1 をクリックして、今、選択されてますよね。で、プラスのところから、えー、後ろに挿入。はい、そして、えー、H、 あ今ね、これ全角モードになってる候補が出てこないんですね。ですから半角にして、でも半角のキーを押すとね、これ、取り消されちゃうので、ちょっともう一回やります。半角のモードになってるかどうかちょっと確認するっていうのはちょっと要注意かもしれません。これ Mac の場合ですけれどもね。はい。えー、じゃあ、H1 クリックで、プラスから、えー、後ろに挿入。はい。で、H の、 3 3ね、h 3エンターですね。ということでちょっとライブの画面見ていただくとを見出しの下に H3 が入っています。えー、で本当はこの中見出しの下に込み出しということで H2 の下に H3 を入れたいと。でそしたらこれをですねこの下に移動したいんですけれどもコードの画面でやる場合はカット してペーストみたいな感じになりますけどもドームパネルだとすごい簡単ですこれドラッグすればいいんです,、ね、ドラッグする時のちょっと注意点としてはちょっとやりますよドラッグするとこの、ね、グリーンのラインが下につきますよねこの状態でマウスのボタン離しますでそうすると、えー、H2 のな下に H3 が移動しました移動しましたよねじゃちょっとここは 込み出しというふうにしときたいと思います。ダミーの文章だけを選択して、はい、込み出しと。こんな感じですね。じゃあですね、またわざとちょっと間違いましょう。えー、間違えるというか、えー、ちょっと修正後からするという前提で、えー、文章の段落を入れたいと思います。ですから、パラグラフの P。 P P ですす。ね。とといいいう、えー、要素を入れたいと思います、えー、ここで今 H3 を選んでプラスクリックしてまあ後ろに挿入なんですけれどもわざと間違いましょう前に挿入にしましょう前に挿入っていうことは H3 の上に入るということですねじゃあ前に挿入して、えー、P と。 あこれ、すぐ全角になっちゃうので、ちょっと注意しなければ。これで S にするとまたこう消えますけど、えー、Mac の場合はね、はい、前に挿入ですね。H3 の前に挿入。そして、え P と。まあ、これは P だけですから。パラグラフの P ですからね。はい。Enter キーを押すと、段落が入りました。えー、ところがですね、えー、これは H3 の下に出たいと。 いうことなので、まあ、これはドラッグすればいいということですね。やりましょう。ドラッグします。で、H3 の下に。はい。これで H 1、H1、H2、H3、そして、えー、段落の P 要素が入りました。という感じで、まあ、このぐらいだったら別に直接コードを書いてもですね、あんまり変わらないんですが、だんだん複雑になってくるとですね、 例えば、えー、一つの塊、何十行もあるような塊を上に移動したいっていうような場合に、このコードの中でスクロールしてやるよりも、カットアンダーベーストでやるよりも、ここでその、ま、全部、これシフトキーで全部選べますから、まとめてドラッグして、えー、移動させることができます。この HTML の文書構造を自由に、この DOM パネルでですね、えー、非常に簡単かつ正確に、 えー、処理することができるということで、このドムパネル、ぜひですね、えー、使い方を覚えていただきたいということで、ここまではね、大丈夫だと思うんですね。